皆さんこんにちは、ハピバニチャンネルです。イエイ。今日はクレーンゲームで新発売のエクレアを取ってきたので、それを紹介します。それがこちら、じゃん。今回はチョコレートとイチゴの2種類をゲットしてきました。もう1種類白いエクレアがあったんですが、それは取れませんでした。が、チョコレートは2つ取ることができました。では開けていきます。長さは12センチあります。大きめのエクレアになっています。触ってみるととってもふわふわした感じになっています。チョコレートの方がちょっと固めの感じになっています。あ、これと似たスクイーズがあるのでちょっと持ってきますね。ではさゆちゃんが言ってる間に、こちらのチョコレートのエクレアはこんな感じで、低反発までいかないんですけど、ふわふわしてる感じのスクイーズになってます。よいしょ。はい、戻ってきました。これです。あ、そうだね、そのクロワッサンと触り心地がすごく似てます。柔らかさがね。そうなんですよ。パッケージはこんな感じで、超リアルふわふわエクレア匂い付き BC って書いてあります。はい、本物のエクレアみたいにふわふわだって。ここに食べちゃダメよって書いてある。食べちゃダメよって。そして前にクレーンゲームでゲットしたスクイーズがたくさんあるので紹介していきます。それがこちら、イエイ。いちごと小豆が乗ってるパンケーキです。とても低反発なスクイーズになっています。匂いはとっても甘い匂いです。次はこの一斤パンになります。焼き色がとっても綺麗でリアルな一斤パンになります。これはスポンジでできているバナナです。とっても低反発で気持ちいいです。ハートのホットケーキになります。はい、このホットケーキは、ハートのホットケーキはすごく厚みがあって、バターが溶けてる感じがとても美味しそうです。そしてなんと裏側を見ると、じゃん、綺麗な焼き色もついてます。このタグにはラブリーハートのホットケーキスクイーズ BC と書いてあります。結構ね、このね、ほらタグがしっかりしてるの。ほんとだ、珍しいね。ほんとだ。はい、そして触り心地をさゆちゃんに説明してもらいたいと思います。低反発ではないんですけど、ふわふわしています。はい、金目鯛です。もちもちしています。またまたチュルチュルをゲットしてきました。こちらはプチプニプリンです。はい、よいしょ。水系になっています。前にも紹介しましたが、粒あんをゲットすることができました。これでコンプリート。前に紹介しましたが、やっと最後の一つ粒あんをゲットしてきました。これは中身はすごい低反発のスクイーズになっています。次はもっちり生クリームクロワッサンです。チョコクリームが2つと生クリームが1つといちごクリームが1つになります。では代表してチョコクリーム。はい、あたし餃子じゃないでしょ。とってもリアルなクロワッサンです。この後ろの部分も焼き色がついていたらなと思います。ふわふわしている感じのクロワッサンになります。最後はこのマンゴーです。本物のマンゴーと比べるとちょっと小さめのマンゴーになっています。皮は伸びます。もっちもっちしていて私の好きな触り心地になります。はい、こんな感じで今日のスクイーズ紹介終わります。それじゃあいくよ。それじゃあバイ。
ー。